あるしだ。ああ、ガラセてもらってますよ。いささか急を要する状況ってことで。なんで俺たちの居場所が、うちの情報部は極めて優秀でして、姫、戦争が始まります。ロザリア軍を止められなかったのですか？ 少々汚い手を使って強硬派の将軍連中に誤飲隊願うまではうまくいったんですがね。大本営の参謀どもを裏から帝王を回していたんですよ。オンドール公爵の解放軍です。解放軍が？解放艦隊の一部が訓練中に命令を無視して離脱、旧ナブラディア空域で帝国軍と交戦状態に入りました。 なぜわざわざ見つかるような真似を。うん、そいつらロザリアからの部隊だったんですよ。義勇部隊だか傭兵って建前で、解放軍に加わってたが、正体は大本営直属のロザリア正規軍と来た。そのロザリア組が独断で帝国領に侵入し、 戦闘を誘発、ミスする分けにもいかず、公爵閣下、やむなく主力艦隊に出撃を命じました。戦場はダルマスカです。解放軍と帝国軍の戦いが泥沼化したら、ダルマスカ保護を口実にロザリアも参戦だな。そう、おいしいところをかすめ取るつもりでのこのこ出てったロザリア軍、 解放軍ともども、ベインに叩き潰されますな。ベインは黄昏の破片を失った。切り札はないはずだ。別の切り札があったんですよ。うちの情報部が大物の稼働を確認しましてね。空中要塞、バハムート。リドル穴の方向で、 異常なミストの反応があった直後のお目覚めってわけで。天用の繭の暴走で溢れたミストがバハムートの動力になったのだが、レダスが繭を止めていなければ数千倍のミストを吸収していたはず。それがドクター・シドの計画だったのね。あいつの最後の仕事ってか。 俺の仕事はその後始末だな。ベイン自らバハムートで。来ますよ、ラバナスタへ。バハムートを止めてダルマスカを守る。それが私の、俺たちの仕事だ。私たちの町を守りましょう。 だったらできるだけロザリア軍の進行を遅らせるのが私の仕事ですかね。まあやってみましょう。ああ、面倒が片付いたら一度ロザリアへおいでください。我がマルガラス家発祥の地、夕日にきらめく琥珀の谷をご案内しましょう。
目標反乱軍従順。そうか、シドは息子に。ありふれた話だ。発射処刑、排斥完了、照準よし。制御面解放、天崎臨海指揮及び補給問題なし。おやめください、彼らは降伏したんです。せめてもの手向けだ。あの世からも見えるだろうな、ベーネス。女王、射撃準備完了。兄上。撃て。無駄と知れば、反乱軍はこの戦いに全てをかける。それを正面から叩き潰す。ラバナスタの目の前でな。それでは、人々が兄上を憎むだけです。許しても再び反乱を企む。僕はそうは思いません。手を取り合う未来を信じます。違っている。ならば私を正す力を身につけるのだな。本艦正面に展開する艦艇多数、反乱艦隊主力と認む。聞け。我らが築く歴史の第一歩である。各員その義務を果たし、反乱軍を殲滅せよ。アルケイディア万歳。アルケイディア万歳。
ルト様、私です。バハムートに乗り移ってレインを止めます。何をおっしゃる、無謀すぎます。殿下の役目は戦後にこそある。このまま敗れたら戦後も何もないでしょ。突入の援護を。いかん、交代なさい。ヒトラルを止めろ。待ってくれ、待ってください。ランサーソルドーです。俺も一緒に行くから安心してください。ちゃんとアーシュを守るから。ラーサーだと？そうか、彼を人質に。イエオス様、共にレインと戦うそうです。俺たちに任せろ。わかりました。お二人にかけましょう。よし。あの人は俺じゃないよ。そうだっけ。それじゃあ新砲撃頼む。派手にぶっ放しといてくれ。こっちで間合いを読んで突っ込む。レインは要塞の発令所にいるはずだ。接近中それらしい構造物が見えた。この真上だな。敵を全て倒す必要はないわ。ベイン一人を倒せば両軍の戦闘を止められるはず。とにかく上がっていけばいいんだろ。てっぺんでふんぞり返ってるベインを蹴落としてやろうぜ。はい。
解放軍は前線してるわ。私たちもしくじれないわね。大丈夫、俺たちが勝ってアーシャは女王様だ。女王様か。でもなったらなったで大変そうだな。その時は女王を誘拐して名を上げたい空賊の出番さ。アーシャなら自力で逃げ切ってみせるだろう。そこまで強いと思っているの？別に強くなくったってさ、一緒に来たし一緒に行くんだ。Thank you.
じゃ。Yeah!
生き延びていたか。俺はジャッジマスターだ。今は野良犬同然だがな、故郷を滅ぼした帝国に尻尾を振って仕えた報いだ。やめろ、それ以上自分を貶めるな。貴様に何がわかる。なぜだ、ランディスもダルマスカも守れなかった貴様が今なお自分を見失わずにいられるのはなぜだ。俺には守るべき人がいた、それだけだ。お前がここにいるのもラーサ王を守りたい一心ではないのか。ダメ、俺は全てを奪われた。故郷を捨てた貴様を許せん。残る思いはそれだけだ。守りたい者ほど守れはしない、違うか。お前の問いに答えるのが兄としての務めだな。見ていろバッシュ、仲間が皆殺しにされる様をな。貴様は誰一人守れんのだ。全てを奪われる絶望を思い知れ。俺のセリフだ。そうだろう、ノア。その名で呼ばれる資格はもうない。生きて償うんだな。我がバハムートへようこそ、アーシェ殿下。
王族にふさわしい出迎えが遅れた非礼を詫びよう。一つお尋ねしたい。あなたは何者だ？亡国の復讐者か、あるいは旧国の聖女か。どちらでもないわ。私は私、ただ自由でありたいだけ。そんな女に国は背負えんな。ダルマスカは諦めたまえ。見ておけ、ラーサ。君主たる者として力なき身の苦しみを胸に刻め。嫌です。僕は、私は無力だとしても諦めはしません。頼むしいな。諸君の死をもって反乱は終結し、ダルマスカの秩序が回復する。無力なる者どもが企てた反乱による無益な犠牲にこの手で終止符を打とう。我が行く手を阻む者には等しく死をくれてやろう。
してくれた力だ。ガブラス、ラーサーを守れ。これからここは地獄に変わる。ラーサー様をお守りする。野良犬が死をもって償え。そのつもりだ。私は新たな覇王となって人間の力で時代を開く。神々が操る歴史を終わらせ、人間の魂を解き放って我らが求めた自由をつかむ。我その塚を取り、地に這う者どもに裁きを与えん。
軍人と化せ。
どうだ、飛べそうか。グロスやエンジンに燃料がいってないわ。くそ、バン、回ってくれ。エンジンルームを見てくる。オッケー。ブラン、来い。見て、マハムートのグロセアリングが止まる。バン、シュトラールのグロセアリングが回転し始めたらすぐに発進だ。教えた通りにやれ。お前なら飛べる。わかった。パンネロ、マハムートの飛空石の干渉に気をつけて。あなたはシュトラールの感情をコントロールするの。やってみる。バッシュ、ラーサー様を頼む。今ソリドールが滅びれば帝国は崩壊し、戦火は内戦へと広がろう。分かっている。ラーサー様の最後の希望だ。あ、出力が戻った。いける。よし、行くぞ。みんな捕まって。カカ、シュトラールです。シュトラールがバハムートから離れました。そうか、出てきたか。よし、バハムートは落ちた。これが最後の戦いだ。一気にジャッジどもを殲滅するぞ。主砲アレキサンダーへ向けろ。攻撃を停止せよ。私はジャッジマスターガブラス。繰り返す。アルケイリア軍全艦に告ぐ。攻撃を停止せよ。戦いはもう終わりだ。我が軍はダルマスカ王国のアーシバナルガンダルマスカ王女と停戦を合意した。我が名はラーサー・ファルナス・ソリドール。兄ベインも名誉の戦死をされた。今艦隊は我が指揮下となる。閣下、いかがいたしますか。私はアーシェ・ダルマスカです。アーシェ様、ご無事であったか。ジャッジマスターガブラス、そしてラーサー・ソリドールの話は本当です。お願いです、戦闘をやめてください。戦いは終わりました。私たちはもう自由です。長のジャッジ・ザルガバースだ。我々はこれよりラバナサへのバハムート落下を阻止すべく、バハムートへの特攻を敢行する。何？このままでは魔法障壁が持たない。そうなればラバナサは全滅する。機関隊は衝突によってバラバラになったアレキサンダーの破片をさらに攻撃してくれ。なかなか命を粗末にするのは早いよ。バルフレア、バルフレア、一体どこにいるんだ。やおバン、うまく脱出できたみたいだな。シュトラールはいい飛空艇だろう。何をするつもりだバルフレア。おっさん、アレキサンダーのバカジャッジを止めてくれる。俺が一生懸命グロスヤリングを修理してるんだ。もうちょいだから特攻なんてバカなまですんなってね。あなた、あなた一体何をしているか分かっているの。王女様、心配ご無用だ。俺を誰だと思ってる。この物語の主人公だぜ。主人公は絶対に死なないのさ。リングに動力を回せ。
くバハムートを脱出して。お願いだから、あなたが死んだら、あなたが死んだら私は二枚目は大変ね、バルフレア。預けたぞ。必ず取りに戻るからな。傷つけたら承知しないぞ。うん、分かった。俺待ってるよ。バルフレア！過ぎていった気がする。ラバナスターはもうすっかり元通り、パパやママが生きていたあの頃のよう。もちろん失ったものはたくさんある。でも過去は捨てて未来だけを見ていきたいと願ってる。来月はいよいよアーシェの戴冠式。アーシェがますます遠い存在になるけど、それは仕方ない。だって女王様なんだから。戴冠式であなたと再会できるのを楽しみにしてる。お呼びですか？うん。王子様はお元気？イバリースの平和のためにあなたの元へ行ったバッシュ王子様。本当はアーシェの元へ戻ってほしい。彼女、立場や責任があるから何も言わないけど、きっと寂しがってるはず。帝国は一番岩じゃない。頼む、ラサ様を守ってくれ。心配するな、ガブラス。ダルマスカのためでもある。それを聞いて安心した。すまない兄さん。ことを伝えていなかった。預かっていたストラール号を盗まれちゃったの。なに、隠せ。どう、したばかりだったのよ、ストラール。でも持ち主が持っていったんだから仕方がないわ。
っぷり時間があるから二人に会いに行くんだってバンは張り切ってる。私も一緒。いよいよ空賊デビューよ。
you